ファクトリーギアタイムズです。本日は視聴者様から届いた工具を使っている画像と作業動画を紹介するほのぼの工具レターとファクトリーギアサポート店からバズリ工具アーティックトップ5連発あの工具屋テチャのイベント情報の3本立てでお送りします。最初のニュースです。新しく始まったほのぼのブブブブブビデオレターの方です。ドカティと CBR の2台持ちのニックネームイタリアの赤い稲妻さんから届いたほのぼの工具ビデオレターです。 VTR どうぞ。入んないあ、え、ごめんごめん、逆だった。ああ、あ、そっか、方向が、うんうん、なんてこと、なんかもう自動的に失敗じゃねえこれいやー、工具付き T シャツとドガティが意外にもマッチしていて驚きましたね。ワイヤーツイスターにボッシュのヒートガン、友達と楽しく作業、楽しさが伝わってきましたね。ぜひほのぼの工具ビデオレターに工具愛あふれる画像や動画をどしどし送ってください。特集です。ファクトリーやサポート店のスタッフ、人間デモカーの異名を持つ車田さん、そんな車田さんが炸裂する TikTok でバズっている5連発でお届けします。 VTR どうぞ。みんな大好きメラドライバー、ドライバーの中でも人気のメラ、どんな特徴があるのか知りたい、教えて車田さん。はい、こちらベラというメーカーの、レーザーチップ、ドライバーになっています。こちらの商品、先端劣化していません、先端劣化しないんですが、先端の溝の構造によって、すごい食いつき、します。例えばなんですが、ここに、しっかり押し込んでやっていただくと、できます。今度はベラの、ダイヤモンドタイプのビットになります。こちらも先端劣化してないんですが、しっかりと押し込んでいただくと、できます。オーイン、モンキーレンチ。ギアセット、ベーシックにも入ってるけど、どんな特徴がある工具なんだろう。教えて、車田さん。こちら D のモンキーレンチになります。モンキーレンチ、まあ、いろんなサイズが使える、便利な商品になってます。で、サイズを合わせて、連続作業するのに、使えます。で、特徴がありまして、ですね、こちらの方、通常だと、2面の、合わせになるんですが、奥にすると、1、2、3面で、回すことができます。これによって、しっかりとネジを、ボルトですね、回すことができます。で、銀の、モンキーレンチの特徴が、こちらのところ、山になってます。通常のモンキーレンチってフラットになっているメーカーさんの方が多いんですが、ここ山になっているので、こういった紙だったりとかを、攻めていくと、吸っちゃいます。おWe'll be right back.
いい指輪？指輪が気になって入ってこない。その指輪欲しい。お兄さんの指輪のが気になる。紹介して、車田さん。はい、いつもつけてる、ディーンの、レンチリングなんですけども、ステンレスと、シルバー、こちら2種類発売されてます。で、こちらの丸のところ、こちら実はこちら見ていただくと4ミリがはまります。こちら2種類ありまして、ステンレスの方が、強くなってます。で、こちら、シルバーの方が長年、時間が経つと、味のある色味になってきます。ネックレスも実は販売してます。いやー、工具の耳寄り最新情報、車田さんに教えてもらいたくなりますね。札幌店に行った際にはぜひ教えて車田さんと声をかけてみてください。お知らせです。工具の魅力を3つのポイントで紹介してくれるおなじみ工具屋てっちゃんの佐山さんが、静岡で行われる工具イベントファクトリーギアも出展するということで、イベントのお知らせにファクトリーギア東京店に来てくれました。 VTR どうぞ。ファクトリーギアタイムズの高橋です。最新工具情報をお届けに佐山さんがやってきてくれました。それでは佐山さん、最新工具情報お願いします。はい、今日はですね、10月の14、15、静岡県のですね、ツインメッセ静岡というところでですね、ワールドツールショー2022という、展示即売会があります。ファクトリーギアが出展しますので、その案内をさせていただきたいなと思います。そしたらね、佐山さん、はい、いつものように3つのポイントで教えてください。はい、それでは、こちらのショーのですねポイントをですね、いつものように3つでご紹介しますね。まず1つ目です。約26メーカーかな、国内外のブランドが勢ぞろいして、その場で見て触ってですね、メーカーさんのお話を聞きながら商品を買うことができるというイベントになっています。はい、そしてポイント2つ目ですね、一般的にそういう展示会って言いますと、一般のお客さんはなかなか入れないんですが、一般のお客様も来場して、お買い物ができるということがですね、2つ目のポイントでございます。3つ目のポイントですけれども、当日お買い上げいただいた方全員にですね、テルクレンチチェックということでですね、あなたのテルクレンチがどれだけ正確かということをですね、お試しするイベントがございます。一番設定トルクにですね近い方がですね、なんとスタビレの板バネ式のトルクレンチがプレゼントということになっておりますので、ぜひね、チャレンジしていただきたいと思います。はい、楽しみですね。ね、はい、この他になんか楽しみなことってありますか？はい、あとですね、メーカーさんが集まりますので、普段、展示会で使ったデモ機ですとか、パッケージがちょっと壊れちゃった商品とか、そういうののですね掘り出し物、うん、はい、大特価の掘り出し物がね、用意されておるということですんで、掘り
出し物もゲットしていただきたいなと思います。来場される際にですね、事前登録が必要になります。はい、商品は後日送るということで、事前にお名前とか住所とかね、そういうのを登録していただくと、当日スムースにお買い物ができるということで、事前登録が必要になりますので、ぜひですね、事前登録していただいてご来場いただければなと思っております。事前登録の URL は、概要欄にリンクを貼ってきます。はい、ぜひワールドツールショー2022でですね、最新の工具を見てね、触って、お買い物していただければなと思います。はい、はい、それでは皆さん静岡でお会いしましょう。お元気で